ヤガチャガチャンネルは。はい、どうもすいません、ヤガチャガチャ、なんで謝ったんですか。というわけでございまして、逆転裁判、実況プレイ動画引き続きやっていきたいと思うのですが、ツイッターの方では先に告知しましたがですね、軽めにですね、ちょっとキャラクターの数が多くなってきてしんどくなりましたので、以前までと今回までで収録方法が一部変わっておりますが、始まったらすぐ分かると思いますので、何卒よろしくお願いします。というわけで、前回でございますが、喋ってる最中にコントローラーの電池がいくというね。というわけで前回、第一スタジオ前で糸の子刑事と話してるところまでをやりましたが、ですね、改めて、おばちゃんがいるですね、正門前に移動していきたいと思います。よろしくお願いします。見て見て、なるほどくん、おばちゃん爪の中で羊羹食べてお茶飲んでる。日本のおばちゃんって風情だねちょっとおばあちゃん寄りな気もするけど。あら、あんたたち、どう、あの子が犯人だって納得した？くっそ、このおばちゃんがあの刑事に証拠写真をあげたんだよな。というわけでございまして、話しかけていきたいと思いますね。証拠写真、おばちゃん、なんで写真のことを教えてくれなかったんですか？ああ、あれ、刑事から聞いた方がよりスリルがあるかなって。おばちゃん気を使う方だから。あれ、ここからすぐ左に行ったゲートのカメラが撮ったのよ。毎日写真をチェックするのもおばちゃんの仕事でさ。犯人だと思う理由、この撮影所どこへ行くにも必ずこの警備詰め所の前を通らなくちゃならないのよ。イブクロちゃんがスタジオに着いたのが午後1時ちょい前、事件が起こったのが2時半、その間ここでおばちゃんが見たのは煮干しだけ。カメラにもそれが映ってる。これで犯人じゃなかったら誰が犯人よ。おばちゃんとか面白いこと言うね、あんた。全く気に留めてない。被害者の胃袋さん、人気はあったんですか？それはもうすごいもんだったわよ。すごかったか、過去の話なんだな。私小さい頃ヒゲ武将シリーズ大好きでした。ああ、あれね、よかったよ本当。昔はさ、それが今は悪大カーンだもんね。そりゃ胃袋ちゃん荒れてもしょうがないよ。そのカメラのことなんですけど。ああ、カメラね。あのゲートをくぐるとセンサーってやつが反応してさ、勝手に写真を撮るわけ。写真を撮った時間も記録されるんだって。おばちゃん、その辺のことはよくわかんないけど、撮った写真はあそこの詰め所のコンピューターで見られるから、おばちゃんいつも帰る前に写真をチェックするわけよ。さあ、というわけでございまして、第一スタジオ前、あ、じゃあスタッフエリアかの方に移動していきましょう。10月16日某時刻、撮影所スタッフエリア。なあ、なるほどくん、ここスタッフの人たちが作業するところだよ。ああ、あそこ、ニーボシーさんの楽屋がある。事件があったばっかりだからまだ誰もいないんだ。いろいろ見て回ろうよ。ね、完全に興味本位で喋ってんな、まよいちゃんね。さあ、というわけで、とりあえずいろいろと調べていきましょう。麦茶だって。お茶、味噌汁、おしるこ、くず湯、おでん、ラインナップが和風に統一されてる。ウーロン茶すらないぞ。なに、この殿様んじるって。なるほどくん、飲んでみてよ。自分で飲めよ。さあ、あとは煮干し三郎様。楽屋の入り口に張り紙がしてある。煮干し三郎様か、さすが主役だな。窓、楽屋と外を結ぶ窓だ。曇りガラスなので部屋の中を見ることはできない。あと反応するもの、ドア、楽屋に入るドアだ。鍵はかかっていないみたいだ。ねえねえ、なるほどくん、入ってみたいよ。記念になんかもらっていっちゃおう。なんかってなんだよ。トノサマンスピアーとか。凶器じゃないかそれ。さあ、もうこんなもんかしら。こんな、あと巨大な倉庫だ。撮影用の大道具がしまってあるようだ。すごい、なるほどくん、何でも知ってるんだね。見た感じを言ってみただけだよ。スタッフたちの昨日の昼食の後だ。事件があったため誰も片付けてないんだろう。皿の上には骨付きステーキの骨だけが乗ってる。私も食べたかったな、骨付きステーキ。さっき味噌ラーメン食べただろ。味噌ラーメンは別腹。どんな腹だよ。というわけでございまして、大体調べられるものも、調べられたかなと思いますので、さらに移動する、楽屋の中に入っていきましょう。10月16日某時刻、撮影所楽屋。煮干しさんの楽屋、事件があった昨日の午後はここでずっと昼寝をしていたって言ってたけど。昼寝しているところ誰も見ていないんだよね。その代わり殺人現場の近くで写真を撮られてるんだよな。煮干しさん、信用していいんですよね。さあ、さらにピヨコ、
スタッフからの差し入れかな。お菓子が並んでる。和菓子にお茶か。うん、なるほどくん、食べたいね。さっき味噌ラーメン食べただろ。お菓子は別腹だよ。女の子は腹をいくつ持ってるのだろう。さあさあ、カバン。あ、煮干しさんのカバンかな。こら、勝手に開けない。あー、こんなものが。スタッフ用のカードキーだ。煮干しさんのものだろう。第一スタジオと書いてある。もらっておこうよ、なるほどくん。借りるだけな。さあ、カードキー、スタッフ用のものを第一スタジオに入ることができると。さーて、他には昼寝に使ったであろう毛布。誰かが寝た跡が残ってる。昨日依頼人の煮干しさんが昼寝していた跡だろうか。他にはすりガラス。鍵がかかってる。あまり開けられることはないみたいだ。まあ外は埃っぽいから無理もないかもしれないな。衣装。撮影用の和服に混じって洋服もちらほら。煮干しさんの私服だろうか。うー、記念に着てみたいな、衣装。似たようなの着てるくせに。さあ、楽屋といえば必ずある鏡だ。今日もバッチリ尖ってるな、僕の頭。これはね、調べたい。メイク用の小道具なんかが並んでる。あ、ちょんまげ武器で使っているカツラがある。なるほどくん、かぶって、かぶって。やだよ、なんでカツラを見ただけで番組名までわかるんだよ。時代劇はちょっとね。何がちょっとだよ。さあ、あとはもうこんなもんかな。こんなものでしょうかね。だいたい調べ終わったかな。じゃあ戻っていきましょう。移動するスタッフエリアで、さらに正門前。さてさて、カードキー突きつけられるかな。おばちゃん、これ。あら、それスタジオの鍵じゃないの。ダメよ、あんたたち面白半分で殺人現場に入っちゃ。 おばちゃんが預かります。ほら貸しなさい。わ、ちょっとダメですよ。おばちゃん、あのスタジオのカードキー持ってないのよ。胃袋ちゃんにちゃんとお参りしておきたいじゃないのさ。今はまだダメです。あー、みたいな流れか。さて、そうなると留置所まで一回帰るパターンかな。進みましたね。10月16日某時刻、留置所面会室。煮干しさん取り調べ中だって。なあ、そこのカメラ、人が通ると自動的に写真を撮るっす。その写真に煮干し三郎が写っていたっす。あのことを聞きたかったのに。しょうがないよ、また後で来よう。というわけで、特にここも、動けないみたいですね。さあ、なるほど事務所に帰ってきました。さらに進んでいきます。某時刻、なるほど法律事務所。どういうことよ、なるほどくん。煮干しさん楽屋で昼寝してたって言ってたのに、スタジオに行くところを写真に撮られてるらしいじゃない。僕に言われてもな。さあ、というわけで話していきましょう。相談していきましょう。どう思う。やっぱり問題は刑事さんが言っていた写真だよね。なあ、実物を見てないから何とも言えないけど、間違いなく煮干しさんが写ってたらきついな。事件が起こるまで現場には一人しか行っていない。そしてその人物は写真を撮られてる。誰が聞いたってその人が犯人だよね。どうしよう、なるほどくん。煮干しさんの他に誰か現場に行けた人がいないか探してみようか。警備員のおばちゃんが見落としてたかもしれないし。とにかく手がかりはあの撮影所で探すしかないね。はい、というわけで、一回今の状況としては、今もう本当に迷いちゃんが言ってた通りで、誰かしらが殺人現場に通っているが、それが誰かっていうのを明らかにするっていうところで、なおかつなるほどたちはまだ情報が少ないので、その情報を得たいってところですね。さてさて、要はこいつを調べたいわけですよね。撮影所内のセキュリティカメラの映像を管理するコンピューターだ。こら、勝手に触んないでちょうだい。ねえ、しかしながら触れない状態。この撮影所の見取り図が描かれてる。ここから右へ行くとスタッフ作業場、左へ行くとスタジオ方面に通じてるらしい。というところではございますが、よいしょ、ね、大体全部回ってしまった状態で、お話自体も全部展開されてる状態ですね。というわけでございまして、さあ、改めて、第一スタジオに帰ってきましたというところでございまして、カードキーを入手した状態でこちらを調べると、第一スタジオへ通じる入り口、スタジオは胃袋たけしが死体で見つかった現場だ。なるほどくん、ちょっと入ってみようよ。楽屋から借りてきたこのカードキー使えるかな。お、開いたぞ。やったー、さあさあ行ってみようよ。殺人現場に行くってのに不気味なほど浮かれてるな。さあ、というわけでございまして、第一スタジオの絵が追加されました。こちらに行ってみましょう。
10月16日相変わらず某時刻第一スタジオ内。どうしたの？なんだよ急におとなしくなって。だってあの白いテープなんかリアル。怪人悪大カーンが死んだんだからね。殿様にやっつけられて、凶器は殿様のスピア、そりゃリアルだよ。さあというわけで新しく調べられるところが出てきましたが、逆転裁判シリーズで調べていただきたい、絶対調べていただきたいのって言ったらやっぱりこれですね。あ、はしごだ。それは脚立だよ。どう違うの？同じようなものじゃない？もっと本質を見ようよ、なるほどくん。ね、これね、シリーズ全部の、ついて、なんかシリーズどれだとしてもこのはしごと脚立の本質の話は必ず出るのでチェックしておきたいところでございます。さあ、というわけでいろいろ調べていきましょう。うわー、すごいな、高そうなカメラ。おい、触るなって。うん、うわ、思ったより重いね。ダメです、触らないでください。男じゃない。あー、ごめん、この子ちょっとあれなもんで。何よあれって。君はやっていいよ。あ、私ここの撮影スタッフです。大道具、違う、大道具や小道具の管理とか手入れなんかをしてます。私たち煮干三郎さんの弁護士なの。ああ、あなたたちが煮干三郎さんの煮干三郎か。大変ですね。でも助けてあげてくださいね、ニボサブさん。あの人が誰かを傷つけるなんて絶対ないですから、任せてください。さあね、ここからは俺ほとんど喋らなくていいんじゃないか。事件当日のこと、事件があった日のことを聞かせてくれないかな。はい、あの日は一日撮影所にいましたよ。あの日撮影スタッフは私だけでした。え、たった一人？ええ、この撮影所お金がありませんから。それに昨日はアクションシーンのリハーサルだけでしたし。へえ。午前中はスタッフエリアでアクションをジャーフェスチョプ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 チョ。大事故か。ニボサブさんも池袋さん、池袋だよ。池袋さんもみんなスタッフエリアにいました。スタッフエリアってニボシさんの楽屋があるところだよね。ええ、そうですよ。そこで昼食を食べた後、胃袋さんは第一スタジオに行きました。ニボサブさんの方は楽屋に入るところを見ました。その後は見ていません。ニボシについて、ニボシさん楽屋で昼寝をしていたんだけど知ってた？知りません。用もないのに楽屋を覗くなんて。私そんなはしたない女じゃありません。はしたない。煮干三郎のアリバイは裏は取れずか。困ったね、なるほどく。手がかりなしだよ。このスタジオに来たのが煮干三郎さんだけだったらもう犯人は決まりだよね。さあさあ写真まで撮られてるみたいだし。なあ、あのちょっといいですか。な、そういえば一つ気になるこれ気になることがあるんです。だ、やっぱりそう来なくちゃね。実は私お昼過ぎに何回か人の気配を感じたんです。人の気配？はい。でもそれは他のスタッフの方とかでは？いいえ、あの日はアクションを決めるリハーサルだけでしたから、スタッフは私だけでした。多分関係者ではなく部外者の方だと思います。本当ですか？でも誰かここへ来たんならあのおばちゃんが見てるはずなのに。そうだな、あんまりはっきりしなくてごめんなさい。どうもありがとう。早速あのおばちゃんを問い詰めてみようよ。さあ、というわけで人の気配をさらに聞いていきましょう。事件当日撮影スタッフ以外の人間の気配を感じたんですね。はい、多分。証言できるほど確かじゃないみたいだな。なるほどくん、あのおばちゃんだよ。この撮影所に誰か来たらあのおばちゃん見てるはずだよ。さあ、というわけでね、一回あのおばちゃんをちょっと問い詰めてみた方がいい感じの空気ですね。さあ、というわけでさらに更新がありました。あら、あんたたちまだいたんだ。
どうしたの怖い顔しちゃって。というわけでございまして、スタッフの証言を。なんだいその人を疑うような目つきは。昨日のことをもう一度聞きますけど、おばちゃんがここに来たのが午後1時で、被害者の死亡推定時刻の2時半までにここを通ったのは煮干しさん1人、間違いないですか？ああ、ないよ。でも部外者の気配を感じたって言ってる人がいるんですよ。なんだって？おばちゃん、本当にちゃんと見張ってたんですか？うん、おばちゃん、誰がそんないい加減なことを。キャー、教えなさい、早く言いなさい、このとんがり頭。このおばちゃんの仕事にケチつけるなんて。第一スタジオにいたスタッフの子です。あいつか、アルバイトの分際で。だいたい今の若い娘めあれだよ、あることないこと適当におばちゃんこれがねねね、なんだってなんだってねかで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 かおお言っちゃったよ。さあ、なるほどくん、今のうちにやれることはやっておこうよ。もうもはや犯人だよね。今のうちにやれることはやってこうよ。でもこいつだな、撮影所内のセキュリティカメラの映像を管理するコンピューターだ。なるほどくん、このコンピューターで煮干しさんの写真見られるんだよね。うん、多分ね。コンピューターを操作しようか。もうこれね、今しかチャンスないですから、しちゃいましょう。よし、ちょっとやってみよう。なるほどくん、コンピューター使えるの？ナンバーを入力するぐらいなら。とりあえず事件って当日のデータを。事件当日は午後1時からカメラは作動したらしい。おばちゃんが詰め所に来たのが1時だからかな。セキュリティカメラのナンバーを入力してください。これ何だったっけね。上のところにね貼ってあったりするんですけど、こちらに関してはそうですね、 ST1307 ですね。よし、入力したぞ。あ、データがプリントアウトされてきたよ。どれどれ。なんだこれ。なんでこれが煮干し三郎の写真なの？まあ、いつも中に煮干しさんが入ってるから、おばちゃんも煮干しだって思い込んじゃったのかも。これをもらった刑事さんの顔色が冴えないのも無理ないね。あ、この写真の裏ん？10月15日午後2時2人目か。どういうことかな。他にデータはないよ、この写真だけ。煮干しの写真を法廷記録に挟んだ。さあ、午後2時2人目。2人目。ねえねえ、なるほどくん、この写真があれば裁判なんとかいけるんじゃない？そうだな。これであのおばちゃんにギャフンと言わせてやれるね。ギャフン。なんでなるほどくんが言うの？まあいいや。じゃあ早速この写真おばちゃんに突きつけて。いや、やめとこう。なんで？敵にわざわざ手の内を明かすことはないよ。うわー、なるほどくん、お主意外と悪だね。二代目悪大官。人を怪人にしないでほしいな。まあまあ、じゃあ今日はそろそろ切り上げようよ。とりあえずこの写真があればなんとか戦えるだろう。犯人が誰なのか見当もつかないのが気になるけど、まさか本当にあのおばちゃんだったりして。ですというところでございまして、ここまでが、1日目探偵パートでございますね。というわけでね、ずいぶんとね、あの迷いちゃんが噛んだ後にガガガってなることが増えましたけども、そんな感じでですね、進めていきたいと思います。というわけでございまして、時間まだあるので、早速ちょっと法廷に入っていきましょう。法廷に入るとな、俺の仕事が増えるんだわな。10月18日午前10時、ね、地方裁判所第4法廷。これより煮干し三郎の法廷を開廷します。検察側準備完了しております。弁護側準備完了しております。水剣検事、冒頭弁論をお願いします。被告人煮干し三郎は10月15日午後2時半撮影所第一スタジオで俳優井袋武を殺害した。この犯行は被告人以外の人間には不可能だった。本法廷で検察側はその点を完全に立証するだろう。なるほど、それでは審議に入りたいと思います。三剣検事、最初の証人を入廷させてください。ではまずおなじみ糸のこぎり刑事を。まずこの事件について軽く説明してほしい。いや、では上面図で説明するっす。今回は撮影所全体の位置関係が重要っす。ここがスタッフエリア。
午前中ここでアクションの打ち合わせがあったっす。ここが撮影所の正門前。午後1時から警備のおばちゃんがずっと立ってたっす。警備員の詰め所を過ぎるとゲートがあるっす。ここを過ぎるとスタジオがあるっす。ここっす、第一スタジオ。死体が発見された殺人現場っす。さて、事件があった10月15日午前中、この撮影所には被害者の井袋武史、被告人の荷星三郎、スタッフの女の子の3人しかいなかったっす。正午まで撮影所のスタッフは全員スタッフエリアにいたっす。そして昼食後、被害者の井袋は一人で第一スタジオへ。午後1時、警備のおばちゃんが詰め所に入ったっす。そして午後5時、衣装をつけたリハーサルをするため第一スタジオにスタッフたちが集まると、被害者の死亡推定時刻は午後2時半っす。凶器は胸に突き刺さったトノサマンスピアっす。これが事件の流れっす。もう一回聞きたい人がいたら説明するっすけど、どうしよう、もう一度聞こうか。別にね、今の流れに関しては全然問題ない感じがしましたので、そのまま聞かないで進行していきましょう。まあなんとかなるだろう。凶器は槍ですか。これはまた物騒な。証拠品、トノサマンスピアを法廷記録にファイルした。槍型の武器、被害者の胸に突き刺さっている状態で発見されたと。よろしいか、裁判長。この事件は実にシンプルなポイントにまとめることができる。すなわち、警備詰め所にいたおばちゃんは何を見たか。なるほど。では早速その警備員に入廷していただこう。証人の名前を。あら、ちょっとあんたいい男だね、おばちゃん。ちょっとときめいちゃったよ。名前を聞いている。やだね、このこと入れちゃってさ。おばちゃんでいいわよ。頼むから名前を。三つるぎのやつ、証人から名前を聞くのが苦手らしいな。大場かおる。いや、大場さんもおばちゃんも大して変わんないから。さあさあ、おばちゃんも。このスピードは無理。証人のおしゃべりに異議を申し立てる。異議を認めます。証人はおしゃべりをやめるように。これから面白くなるところだったのに。では証言を始めていただく。証人は事件当日正門前に詰めていたのですね。そうよ、殺人現場行くにはあなたの目の前を通るしかない。話が分かるおっちゃんだね。証言をお願いしましょう。おばちゃんパワー恐るべし。さあ、というわけでございまして、証言開始は事件当日についてでございます。おばちゃん、事件があった日は午後1時に詰め所に入ったのよ。胃袋ちゃんたちは午前中から打ち合わせしてたんだけど、おばちゃんちょっと午前中はその用事があってさまあとにかく午後1時に詰め所に入ったわけよ。それから午後5時まではずっと正門あたりにいたわね。胃袋ちゃんの事件があったの午後2時半頃でしょ。2時頃にね、おばちゃんの目の前を通った男がいたのよ。煮干しよ、煮干し。あの男がね、スタジオの方に歩いていったのさ。ほん、被告人がね。では早速尋問をしてもらいましょうか。はい。さて、今回の、今日、尋問に関してはですね、至ってシンプルな、こと言ってますね。よいしょ。結局これですね、先に進んでいった時に、2時頃におばちゃんの、目の前を通った男がいて、煮干しが通ったと。一回ここに喋ってみましょう。2時ですか。そうだよ。その男とは誰だったんですか。いい年こいてみっともなく慌てるんじゃないよ、あんた。かわいそう。まあそうへこまないで教えてやるからさ。で、煮干しが通ったと証言してると。煮干しさんを見たんですか。くどいね、そう言ってるだろ。なるほどくん、今がチャンスだね。あ、この爆弾をぶつけてやるか。おばちゃん何回でも言っちゃうよ。さあ、というわけで煮干しだ煮干しだ言うてるので、写真でも突きつけてやりましょう。あなたは昨日から何度も煮干しさんを見たと言ってます。その煮干しさんとはこの写真の男のことですか。ちょっと待ちなさい、なるほどくん。その写真私にも見せてください。何ですかこれ。ネオエドシティを守る男、トノサマン、その人です。おばちゃん、あなたが見た煮干しさんとはこの人物のことですか。決まってるでしょ、誰が見たって煮干しじゃないね、あんた。どんなものだろうか。確かに煮干し様、殿様の役をやっています。
しかし煮干しさんは殿様んじゃない、うん、分かってるわよ。その書人、おばちゃんと呼ぶには抵抗があるらしいな。この人物が被告人煮干しさんだという証拠はないんですか？いやだね、疑り深いおっちゃんはあるに決まってるじゃない。証拠なーに、なんで光まで驚いてるんだよ。おば、書人、知っていることはちゃんと前もって話しておいてもらいたい。何言ってんのよおばちゃん。この写真を刑事に見せてあげたのに、こんなの証拠にならんからいらねえっすって見向きもしなかったんじゃない？三剣もおばちゃんには肩なしだな。では証言をしていただきましょう。さあ、というわけでね、もともとこちらの武器としては、あの写真がずっと煮干しだ煮干しだって言ってるところっていうのが、非常に重要っていうところだったわけでございますが、どんな証言が出てくるんでしょう？おばちゃんね、いい加減なこと言うの大嫌いなのよ。午前中スタッフエリアで打ち合わせしたんだけどさ、その打ち合わせの時に煮干しのやつ転んじゃったんだよ。大事な小道具も壊れちゃうし、ちょっと大変だったね。煮干しも思いっきり足をひねっちゃってさ。この写真よく見なさいよ、ちゃんと写ってるだろ、足を引きずってるところがさ。だからこいつは煮干しなんだよ、わかったかい？足に怪我をしていたわけですか。ではなるほど君、尋問、とにかく揺さぶりをかけて情報を探り出そう。さあ、この章を尋問を崩すところぐらいでお時間ちょうどいいところかなと思います。さあ、というわけでございまして、おばちゃんの個人的な性格はどうでもいいんですね。煮干しが転んじゃったところ一回揺さぶっていきましょう。転んだ？そうだよ、殿様のくせに間抜けたらありゃしないよ。煮干しのやつ足をひねっちゃってさ、仕方ないおばちゃんが手当てしてあげたわよ。手当てですか？つばつけてやった。そう、それはそれは。その時スタッフの女の子は？ああ、あの子はずっとお道具を片付けてたからね、煮干しの怪我のことは知らないよ。ほん、では証言を続けていただくわ。大事な小道具も壊れちゃうし。小道具が壊れたんですか？ああ、殿様のスピアがね。殿様のスピア？凶器じゃないか。おばちゃんがね、とりあえずガムテープで修理したんだけどさ。それって結構重要なんじゃ。法廷記録にメモしておくか。さあ、殿様のスピア、凶器槍型の武器、一度折れたところをガムテープで修理された。煮干しも思いっきり足をひねっちゃってさあと。煮干しさん、ひどい怪我だったんですか？動けないほどじゃなかったんだけどさ、とりあえず昼飯食べた後少し楽屋で休むことになったね。それで煮干しさん午後は昼寝したわけか。とにかく歩くときは足を引きずってたよ。足を引きずってた。そこまで。いかがだろうか裁判長、一つ気になることがあるのですが。何だろうか。その殿様の着ぐるみは今どこにあるんですか？それが実はどこにも見当たらなくて、現在捜索中である。とにかく証人が見たのは確かに殿様ではあるが、その中に入っていたのは被告人煮干しとしか考えられない。はあ、そうですね。裁判長が迷ってるぞ。裁判長が迷ってるぞっていうセリフある？裁判長が迷ってるぞってセリフある？というところでございますが、お時間いいところなので、今のところね、ここの証言というのをどうやって崩せるかというところがですね、大事そうになっているというところでございます。というところまでで、今回はこの辺とさせていただきまして、次回はまたですね、この法廷の続きやっていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。というわけで、ここまでのご視聴ありがとうございました。 See you next time. Stay tuned. Bye bye.